はい、皆さんどうも橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、シューベルト交響曲第8番ザ・グレートの解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章3回目309小節目から433小節目までを解説していきます。309小節目はポジションを説明していきます。最初の窒素を4から取って、このベーまでを第1ポジションでまとめて取ります。で、次はゼーからハーフポジションに移って、アスまでをまとめて取って、最後は第2ポジションでゼーを4で取っていただきたいと思います。317小節目は再び309小節目と同じ音になりますので、ここも第1ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。321小節目はハーフポジションで、ここは F が S になった以外は変わりはありませんので、ハーフポジションでアスまでを取って、セイを第2ポジションで4で取っていただきたいと思います。次はセイの分散音になりますので、第1ポジションを中心に、このような形で取っていただきたいと思います。333小節目から4小節間のポジションですが、ハーを2から取って、で次のデーを1で取っていただきたいと思います。でここで取ることによって337小節目のゲーがスムーズに取ることができます。前から聞きますと、この4小節間はこのように取っていただきたいと思います。その先337小節目のポジションですが、最初のゲーを第6ポジションで3で取って、次の小節のフィスも2でまとめて取っていただきたいと思います。まず最初のゲーとフィスをまとめて取って、次を第4ポジションで A と D を4、1とここでまとめて取ります。ここまでまとめて取ります。で次はセーとハーが出てきますので、ここで2、1とここでセーとハーをまとめて取ります。で再び A で第4ポジションに戻って、最後はハーとアーになりますので、第1ポジションを使って4、1とまとめて取る形になります。もう一度337小節目からゆっくり聞きますと、ここまでこのような形となります。345小節目からのポジションは337小節目から丸ごとオクターブ下がった形になりますので、最初のゲーは開口を使っていただいて構いませんので、第1ポジションでまとめて取ることができます。ゆっくり弾きますと、ここまでまとめて取れる形になります。その先353小節目のポジションはゲーを1で取った後で、オクターブ以上上がった A を D 線で4で取ります。でここから D 線1本で、今弾きました D までを D 線1本でまとめて取っていただきたいと思います。337小節目から今弾きましたところまでのボーイングなんですけれども、テンポ設定によってボーイングを一人で弾けるか途中で返すかでが大きく変わっていきます。比較的テンポが遅い場合は、先ほど言いましたように最初の337小節目の2小節単位で、ここまで2小節単位で返り見をして、その次も2小節単位で返り見をします。345小節目は途中でディミネンドになりますので、ここは一指で弾いていただきたいと思います。になります。353小節目からは比較的遅い設定であれば、今弾きましたように4小節単位で1回分介入していただいて構いません。その後ピアニッシモも、ここも比較的遅いのであれば、今のように4小節単位で介入していただきたいと思います。367小節目からのゲーのタイムの場所は、ピアニッシモからさらに2ミレンドになる形になりますので、ここは途中で回遊みをせずにダウン一指で弾いていただきたいと思います。そして補足として、今使用しているベーレンライター版の譜面では、337小節目と345小節目のスラーが、最初はハーまでスラーにつながっていますが、オクターブ下がった形はセーまでになっています。これが出版社の誤植なのかっていうのは諸説あるんですけれども、同じフレーズを違うボーイングで弾きたくないのであれば、このどちらかを統一していただいて構いません。
ません。もしオクターブ下がった形を同じように弾きたいのであれば、マイナスの337小節目のように、ハーまで一つのスラで繋いでいただいても構いません。一番括弧に入りまして382小節目、ここはポジションなんですけれども、パッと見るとゲーセンで、こちらで弾きたくなるんですけれども、戻った先の、ここをまとめて取ることを考えると、ゲーセンで取ることはあまりお勧めはできませんので、ここはあえて D 線で1本でも登っていただきたいと思います。最初のゲーを1からスタートして、A までをまとめて取ります。で、B から第5ポジションを使って、B を1、で、H を2、で、C を4で取ります。最初から弾きますと、戻った先のこの C と A のフレーズもまとめて取ることができます。そしてこの部分の繰り返しなんですけれども、まあ、指揮者によって解釈は異なりますが、大抵の場合は繰り返さない場合が多くなっています。なぜかと言いますと、まあ、演奏時間が異常に長くなってしまうわけです。ここまで400小節近く弾いたところまた最初に戻って演奏するので、演奏を聴く側にしたらもうげんなりするんですね。だから指揮者の側からしたら、私はどうしてもこう繰り返したいの、誰が何と言おうとっていうぐらいの強い意志は必要だと思います。その思いに演奏する側もしっかり応えないといけませんので、くれぐれも演奏する方はげんなりした気分にならないようにお願いします。2番括弧先に入りまして、386小節目から説明していきます。で、ここのボーイングなんですけれども、最初16音符になりますが、ここを逆読みで、ダウンアップ、ダウンアップにするとまた別の音楽になってしまいますので、最初の16音符をダウンで入った後、次の普天八部16音符はアップアップと弾いて、次の小節の4音符はダウンと弾いていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、次も、で、次はアフタクトになりますので、アップ入りで、ここはダウンダウンアップアップダウンと弾いていただきたいと思います。その先をゆっくり弾きますと、ここまでこのような形となります。408小節目からのポジションは S と AS が出てきます。で、ここは第2第3の中間ポジションを使います。で、S を A 線で4、で、AS を A 線で1で取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、次もポジションを変えずに、で、F と S でハーフポジションに戻って4、1と弾いていただきたいと思います。その先弾きますと、26小節目のアスから、第3週間ポジションで、1で取って、最後も第2第3週間ポジションでアスとですと、1、1とまとめて取っていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。386小節目以降のボーイングは、入りの16音符がダウンだったりアップだったり、ボーイングが異なりますので、ここはダウンで入るのかアップで入るのかしっかり手書きで書いていただいて、演奏する際に混乱を招くことがないように注意していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。